スパッセとは日本の鈴師匠が製造・販売していたスポーツカーである。2004年、鈴師匠が正式に国土交通省から自動車メーカーとして認可され、同年より発売を開始したのがこのスパッセである。社長の鈴木敏夫のスポーツカーを街中で走らせたいという思いから開発が始まった。また、サーキットでの走行も視野に入れて開発されているため、 行動のみならず、サーキットでも高いポテンシャルを発揮する。車体をカナタドルを用いてゼロから設計し、ほとんど国内製造をもしくは国産の部品が使用されている。また、部品の一部を自社開発しており、特にスパッセ用に新開発したサスペンションは、商品化まで4年を費やしたという。スタイリングは、スーパーセブン系のフルオープン2シーターのスポーツカーで、車体に、 前後発展式ロールバーとトラス交換を採用し、車体剛性と安全性を高めている。ボディには錆びにくい、ステンレスアルミ FRP を主に使用し、長く使えるよう考慮されている。エンジンは、日産、シルビアなどに搭載されていた 2.0L 直列4、気筒 DOHC の SR20 出型エンジンを流用し、5速、マニュアルトランスミッションも、 シルビアのそれを使っている。最高出力は1 1 8ット 6400rpm、最大トルクは 188nm 4800rpm。このパワートレインのスパス性の搭載にあたり、最低地上高を確保するため、エンジンのオイルパンが極端に薄いものに変えられており、エンジンオイルの総量が減っている。ラインナップは、 基本グレードと上級グレード C の2種で構成されている。また、オプションで 220PS エンジニア6速 MT の搭載、フォーミュラカイオメーターとデータロガーシステムの装備も可能。販売元の鈴商が2011年7月をもって休業中のため、現在は生産されていない。ありがとうございます。